to focusing on incoming tourists for foreign travelers, the Japanese credit giant JCB is planning a significant cashback promotion. It will continue till April. That benefit is limited to foreign-issued JCB card holders. Qualifying status is held by 34 million card holders. Welcome to Japan. Enjoy 10% cashback campaign とは、1月16日から4月15日まで開催しています海外会員様向けのキャンペーンでございます。海外会員の方が日本に来られた際にご利用金額の 10% をキャッシュバックするというものでございます。最大5000円までキャッシュバックされますので、そちらのお金を日本の滞在での豊かな時間に使ってほしいというふうに考えております。 JCB は日本で生まれた国際カードブランドとしまして、おもてなしの心を世界に広めていきたいと考えております。コロナ禍におきまして、日本になかなか来れなかったカード会員さんもいらっしゃると思っております。コロナが収まったタイミングを見計らいまして、 10% キャッシュバック一律でですね、やっていきたいというふうに考えております。それはしっかりお客様に、カード会員様にお帰りなさいという気持ちを伝えたいという思いでございます。おもてなしというのは日本伝統の言葉で、私心のない心でしっかり誠意を持ってお迎えするという心になっております。日本に来られた全ての加盟店で使える大型のキャッシュバックキャンペーンを生成しました。今まで海外会員さん向けにはやったことない規模でして、しっかり私たちとしましても海外会員の方を日本でお迎えするというコミットメントを表しております。 JCB's member store Daimaru is one of Japan's largest department stores, attracting many customers every day.Daimaru is looking forward to an increase in inbound customers in addition to Japanese customers. 昨年の12月なんですけれども、Daimaru Tokyo 店ではインバウンドの売上がコロナ前の売上を超えました。Daimaru でもですね、5% オフキャンペーンをやっておりますので、JCB さんのキャッシュバックと Daimaru の 5% オフと、このダブルの、お得感で非常に多くのお客様にですね、JCB カードをご利用いただいているのが今の現状でございます。JCB has a special web page dedicated to the campaign. コミュニケーションチャンネルとしまして、JCB Special Offers というウェブサイトを用意しております。こちらには JCB すべてのお得が詰まっておりますので、こちらを参考にしていただいて、また日本に来られた際には、ジャパンガイドアプリというのも用意しておりますので、こちらをダウンロードしていただいて、今身近にあるメリフィットというのを探していただければと考えております。The JCB card is available for use in every member shop in Japan. Foreign tourists benefit greatly from JCB's hospitality. Furthermore, it helps to boost the local economy.